on the ice, representing France, Leticia Hubert. 20番、Leticia Hubert さん、フランス。注目の選手です。パルジェンヌ、フランスのユベール。この選手はですね、やはりこのショートプログラムのスタートによってメダルの獲得の可能性を持ってますから非常に楽しみですよ。ピアノレッスンのサウンドトラック。最初のコンビネーション、あっ、トリプルルッツからトリプルトーループの予定でしたが、そうですね、2つ目のジャンプまで行きませんでした、ね、練習でもトリプルトリプルを決めていたユベール。トリプルフリップ、珍しく手をつきました。最後のダブルアクセルはユベールらしいジャンプ。しかしメダル候補の一人ユベール、苦しいスタートとなりました。この投げキスの後の表情、最初のルッツ高さも非常に良かったんですが、原因は軸がですね、こう斜めに円の外側に行ってしまったということで、こうブレてしまいましたね、はい、そしてこのトリプルフリップもこう重心が前向きにまっすぐに回って降りてこなかったので、着地にコントロールがなかったという。あ、このダブルアクセルも少しおかしいですね。だからそういう意味で、ただ非常に滑りが良かったので、はい、このストレートラインステップなんかですけれども、エッジワークを使った難しいステップを踏んでいましたから、はい、その辺でなんとかこう点数が、ね、あまり下がらないようになればいいなと思うんですが、そうですね、はい、今シーズンはチャンピオンズシリーズのフランス大会でタラリピンスキーを破って優勝しています。96年は右膝の半月板を痛めて1年間、棒に振ってしまいましたが、今シーズンは見事に復活してきました。
練習でもかなり質のいいトリプルトリプルを決めていたんですが、自分の頭の中にもこれくらいの点数かなというのが浮かんでいるかもしれません。まあ、本人は比較的、まあ、ジャンプあるいはプログラムで、まあ、ムラのある演技をするということで、本人も精神的に、まあ、不安定な要素を抱えている心配を常に持っていましたので、最近は心理学者にかかって、その精神的な部分のブレというのをなくすような努力もしてきました。でも本当に一つ何かミスがあっても、以前に比べて非常に上手にそれを挽回する訓練がされていると思います。はい、リクワイアードエレメンツ、頭を抱えてしまいました。この今テレビの画面に出る前に電光板にさっと出ましたので、それを見たユベールの表情、そしてプレゼンテーション、こちらは高い点数です。 5.5 から 5.6 もフランスのジャッジはつけました。8位に上がりました。日本の荒川は9位です。 Thank you.